何食ってんの？これプリン。プリン？これプリン食ってる。めちゃめちゃうまいんだけど。あのさ、うん、あのホテル前にあったじゃん、プリン。いや、私のプリンだっけ？俺のプリンみたいな。まあ後で。プリン製作所みたいな。これジャコネココーヒープリン。めっちゃうまいよ。うん。いろいろ買ったんだよね。4個。あ、私のプリンだ。私のプリン、これ。あ、やってさ、全部何買ったんだっけ？ジャコネコ。ジャコネコ、ミックスジュース、うん、塩、プリン。普通のプリンか。ジャコネココーヒー以外は、あれなんだよね。その売れ筋さ、トップ。3を買ったんだよね。ああ。これ、何？これがトップ3なの？これトップ3。うん。あれなんだね。普通のプリンだけカラメルソースが別でついてたね。うん、あと俺の分残しといてね。はーい。どこ行くん？ジム。大阪来たのに。ジム。大阪にあるジム？大阪特有のジム？そうだよ。なんてとこ？エニタイム。どこにでもあるやないかーい。ジムが近いホテル取った。あ、そういうことなの。うん、大阪だから駅が遠いのよ。結構大阪旅行のため、大阪旅行来て、うん、ジム。それ俺のじゃね？うん。うまいな。皆さんぜひこれ買って、美味しいから。うまいっしょ。あのプリンうまかったね。あれめっちゃうまかったね、うん。あれはちなみにどこで買えるんですか？お店がすぐそこにある。なんで？そう、あれね、私のプリン製作所、これね。で、ホテルはこれ。徒歩10分ですね。あ、近い近い。エニタイムフィットネス、これ何店って読むんだろう。これ何店？今宮、南赤い、わかんねえ。一回右行こう。我々がまず行くのはここです。コインランドリー、服を洗います。この動画どこで上げる？この動画何のチャンネルを？お前のサブだよ。俺サブチャンネルねえよ。これ上げるの？これ上げる。あ、そっか。その知らなかった。俺ハヤテと一緒に大阪観光。なんかパチンコ屋さんみたい。それイメージしてんだろ。玉が出るんでしょ。だからパチンコなのか。でも、どうなんだろう。あちらっぽくない？うん、確かに中とかそんな感じだね。あそこに AP パークがある。 AP パーク、アペーパーク。どこ？あ、本当だ。駐車場か。アーペーパーク。あった。行ってきます。お疲れ様でした。これいつまで撮るの？これ今日一日ずっと撮るよ。僕らは今とりあえずジム行ってきて、大阪のジム良かったね。良かった良かった。うん、うん、俺飯食いたい。俺が空いた。飯、お好み焼き食いた方がいい。ああ、まあそうだね。お好み焼き、たこ焼き、串カツはちょっと外せないよね。串カツもあり。お好み焼きか串カツ食べたいな。俺お好み焼きで。じゃあお好み焼きだな。ホテルの近かったし、そこ行こう。うん、まあそれか串カツのどっちかだな。串カツの近くにはあったからね。あ、うん、お、アイスクリームだ。アイスクリーム食べよう。それ最後でいいんじゃね。俺でもそのなんか飯食ってる途中で食べたい。そっか。うん。うまっ。
結局これはさ、え、これはこのまま食うんかな。これさ、あれじゃない、これにさ、二度漬けできないからさ、これにソースかけるみたいな聞いたことある。でも昨日のライブ配信で教えてもらった気がする。高タンパクな、どうぞ。ま、ちょっと食ってみ。どうやん、めっちゃうまい。ちょっと待って、ネギがビール飲みて。レモンサワーでも、なん、うますぎ。俺ポン酢大好きなんだよ。いつの間にかピアスしてるし。え、どれがどれか覚えてる？覚えてる。え、これが山芋？山芋。あ、山芋いいね。言っちゃってくださいよ。山芋いいな。いや、本来は酒飲みたいね、これ。いや、わかる。マジで。さすがにこの後ね、サウナ行くから。あっか、どうよ、衣がうまいわ。でしょ、中もさ、ふわふわしない。すっげえ美味しい、これうまいね。あっか、これアボカドか。うん、でかいね。バナナみたいなね。最初俺こんなの頼んだっけと思った。俺、なんだか分かんなかった。うまい、うまい。でかくない？これがアボカドなんだよね。てか、アスパラもこれ、丸ごと出てくると思わなかった。いや、揚げたてすごいんだけどさ、おどす。やばい、やばい、これ、レミレミがいい。え、めちゃくちゃうまい。うまいよな。うまっ、うん、これうまっ、うまい。これしか言えない。面白いから言って。うん、おば、何食ってんすか。あ、これあの、視聴者さんが食べてって言ってた紅生姜。あん、ライブ配信した時のやつだ。うまい、めっちゃさっぱりして、うまい。うん、うまい。生姜の味する。あ、うまっ。なんで一回紅にするんだろうね。まあ確かに、でも暫定1位。マジ、うん、うまい。これ何、椎茸？教えて、でかくね。でけえな。いい椎茸なんじゃね。あ、キノコってうまいよね。俺キノコ食えないんだよ。え、マジ？椎茸だけ唯一食えるけど。舞茸は？あ、でもね、なんか全いい、多分いい、なんか基本スーパーで売ってるキノコは全部食えない。マジ？エノキも？食えない。マジ？マジで。キスよ。キスよ。待って、これむずく。キスってさ、高級だよね。うん、穴子みたいなやつでしょ。え、普通にうますぎんだよ。ふわふわ、うん、串カツいいね。うん、串カツいいね。おー、うまいわ。なんかやっぱ中のやつがさ、柔らかくなるじゃん。うん、ふわふわ。お前よく食うな。あれで、うまかったね。マジ、いつまで撮る。いや、うまかった、うまかった。串カツ、絶対一回食った方がいいわ、やっぱり。まあ、確かにね、食べるべきだね。うん、ちょ、タクシーが、タクシー
次どこ行くの？次俺らサウナ行くんだよ。イエーイ。お店は俺はチョイスしてないから分からんけど、実は なんてところだっけ。アムザっていうところ。アムザ、カプセルホテルと一緒になってる。いいね。これこれか。あれ開いちゃった。いつまで回すの？ずっと回すよ。外いいじゃん。ういぃー、おけえ。お前の顔面が、うん、うん、それ俺もよかったな。お前かっこよく生まれて。お母さんありがとう。お、ドンキ。お、観覧車よ。じゃあサウナだ。じゃあ行ってきます。サウナ初めてじゃん。うん、初めて整った。整った。あれがマジで決まったね。なんか全てがどうでもよくなってました。いやマジでよかったね、本当に。これなんてとこだっけ。アムザ。アムザ、マジみんな来た方がいいよ、ここめっちゃいい。あれ女性限定、うん、男性限定だっけ。男性限定なの。あ、じゃあ男性の方ぜひ。え、やってなくね？終わったじゃん。あ、やってないね。帰ろ？帰ろうぜ。あ、俺もマッサージ行ってっから、お前一人で帰っていいよ。え、ちょ、待って、どういうこと、どういうこと？え、なになに？え？マッサージ行くか？マッサージ行くよ。崖に行かないの、マッサージ。いや、全然大丈夫。なんで？マッサージ気持ちいいとか思わん。子供やな。お子ちゃまやだな。え、ガチで行くの？行くよ。やば、おもろ。お前大阪だからって逆線高いじゃん。マジだから。マジか。やってんのっていうか。やってるやってる。24時間やってるやつが何番にある。すごいね。うん、でも何店舗もあるよ。帰るっしょ。いや、一緒に帰る。あ、一緒に帰るの。一緒にね、帰らないんだよな。一緒に帰んないの俺ら。一緒に帰らないの。え、お前本当に行くの？本当に行くの？マッサージ行くよ。帰れ。あったあったあった。やば。あったあったあった。お前やば。あったあった。お前やばいよ。え、お前本当に？マジで？じゃあ、あとお前自分で撮れよ。やば。じゃあ。お願いします。お願いします。なにわ元町三丁目方面でお願いします。ちょっとね、頭クラクラするからポカリ買う。よし。マジでさ、超眠いんだよね。ほら、見える。0時24分。俺普段22時に寝る人間だからさ、ちょっと限界。もう帰って速攻爆睡だね。いやー、いい一日だった。もうすぐ寝ます。眠いね、本当に眠い。マジで疲れたんで続行で寝ます。はい、901号室、部屋が恐ろしく散らがってるので今日はここまでです。はい、おやすみなさーい。